吉祥金閣寺物語は2002年9月に高砂電機からリリースされました。この機種は金7が揃うと以後2回ループの確率変動に突入します。吉祥金閣寺物語は B タイプのストック機なので、ビッグは成立すると基本的にストックされます。この後放出されるビッグは3分の1で金7になります。今回は金7を揃えることはできませんでしたが、液晶ドットの演出を楽しむことができました。レギュラーボーナスの付箋8回は古代インドの仏教の世界観で考える小宇宙です。世界の中心にそびえる須弥山を中心に9つの山と8つの海が取り囲んでいるとされています。この付箋のうち7つの山を七根線と言います。この山々が黄金でできた山であったため七根線と呼ばれました。それではお楽しみください。いいよ。大当たり確定じゃ。
チャンス、左からチェリーを3つ並べてみよ。
到来。Thank you.